安心したまえ。この催眠ガスは無害だ。誰？会長をさらったのはあなたなの？いかにも。現場に戻ってこんなことするなんて、ずいぶん大胆なやつだな。興味のある人物がいたものだからね、小林オペラ君。な、僕のことを知っているのか。怪盗に君を知らぬ者などいない。大怪盗エルと戦い、ドイズを失った伝説の名探偵じゃないか。どうやら復活の噂は本当だったようだ。違う、復活なんかしていない。ではなぜここにいる。それは成り行きで。ほう、ではこの間の黒船事件だったかな。あれを解決したのは君なのだろう。それも成り行きだ。あの場に居合わせただけで。なるほど、噂は噂というわけか。だがそれで十分なのだよ。どういう意味だ。私はまだ駆け出しでね。復活の小林オペラ、怪盗を取り逃がす、そんな噂の一つも立てば十分な箔がつくとは思わないかい。この私にも。なんだと。なぜ復活の小林オペラ、そんな噂は流させない。君たち。はい。追うぞ、急げ。早く。了解。エルキュール。急行車に戻るぞ。ああ、生徒会長。そんな。最後の手段ってわけね。あの会長が人質に取られるなんて。そうだ、彼女は探偵養成所であるこの学院の生徒会長、つまり生徒たちのトップ。それなりの実力を持っているはずだし、トイズだって使えるに違いない。こんな簡単に捕まるのは不自然だ。となれば、この状況に至るあらゆる可能性を考慮すると。いやはや、恐れ入った。卵とはいえ、さすがは探偵。会長を離して。おっと、動くな。それ以上近寄るならば、このお嬢さんをここから落とす。お遊びはこれまでということだ。あ、この音、ヘリで逃げる気だ。楽しい時間だったよ。また会おうじゃないか。まあ次の機会があればの話だが。待て。ん？見えたぞ、この事件の真実が。なんだと。お前は
怪盗なんかじゃない。え、小林さん、何なの急に。怪盗じゃないって、それじゃ。この学院の敷地に入ってから疑問に思うことがいくつかあった。それらにはちゃんと理由があることに今気がついたよ。はあ、面白そうだ。ぜひとも聞かせてもらおう。タクさん。え、いるんでしょ。出てきてください。タチさん、本当に出てきちゃったよ。ヘリの音、携帯だったのね。どういうことなんですか。僕たちが生徒会長室に向かうとき、タチさんはポケットに手を入れていた。なぜです。この年になると手先が冷えるもので。嘘だ。僕たちに見られないようにタイミングよく携帯を操作するためでしょう。生徒会長室の前に着いたとき、タチさんの携帯が鳴った。それも特大の着信音で。なぜあんなに大きな音なんです。耳がかなり弱っていますので。嘘だ。あなたは言った、自分に携帯の操作は難しいと。それはきっと本当なんでしょう。だからあの時、簡単な操作で鳴る音、スイッチ一つで鳴る防犯ブザーを鳴らしたんです。それをメールの着信だと偽った。その後携帯を取り出し、堂々と画面を見ながら操作するために、そしてメールを返すふりをして発信したんだ、アンリエットさんの携帯にね。今かけてみてくれませんか、アンリエットさんに。承知しました。またガラスの割れる音、真下から聞こえた。この下は生徒会長室です。そう、このガラスの破壊音はアンリエットさんの携帯の着信音だったんだ。あ、だからあの携帯には着信の履歴が。その通り。生徒会長室に入ろうとした時、タチさんは合鍵を持っていませんでしたよね。はい。あなたはあの部屋の鍵を持たされていないんですか。ええ。嘘だ。あなたは執事なのに不自然すぎる。タチさんは公衆電話に向かいましたよね。はい。なぜです。警察を呼ぶためでございます。嘘だ。それならとっくに警察は到着しているはず。でも今そんな気配は全くない。あなたは携帯の電池が切れたと嘘をつき、あの場を離れなければならなかった。僕たちに電話をかけるところを見られると都合が悪いですからね。なぜならそれは本当に警察を呼ぶわけにはいかないからだ。すごい。そんなこと全然気にしてなかった。さすが小林さん。へえ。それで。まだこれからだ。決定的な、彼女たちが発見した重要なファクターがある。え？さあ聞かせてくれ。見つけ出したもの、シャーロック。はい。その生徒会長室の割れてた窓ですけど、ガラスの破片のほとんどが外側、バルコニーに散らばってました。つまり窓は内側から割られたということです。もし誰かが会長をさらおうと侵入したなら、窓は外側から割られ、破片は内側に散らばるはず。でもそうはなっていなかった。これは無視できない矛盾点だと思います。よし、寝ろ。はいはい。部屋に倒れてたソファーなんだけどさ、すごく豪華で重そうだったんだよね。侵入者と会長が争って倒れたんだとしたら、それなりの音が鳴ると思う。でもあの時はガラスの割れる音しか聞こえなかった。それにさ、旧校舎は木造でしょ。あんな重そうなものが倒れたら絶対に衝撃も伝わるはずなんだけど、あの時そんなものは感じなかった。やっぱりガラスの割れる音だけさ。これは無視できない矛盾点だよね。よし、エルキュール。はい、はい。その床の上に散らばっていた本なんですけど、開いている本が一冊もありませんでした。一見
散らばってるように見えましたけど、あれはそう見えるように床に置かれたんだと考えます。つまりあの場所では本が散らばるような争いはなかったんです。これは無視できない矛盾点だと思います。よし、コーデリア。はい。生徒会長室の出入り口付近に落ちていた会長の携帯ですが、操作ロックがかけられていました。もしあの時あの場所で会長が私たちの到着を待っていたのだとしたら、そんなことをするでしょうか。普通手の届く範囲に携帯を置く場合、ロックなんてかけません。着信があった時すぐに出られませんから。これは無視できない矛盾点です。よし、さらに付け加えるなら、あの携帯は侵入者とアンリエットさんが争ったからあの場所に落ちたんじゃない。僕たちに着信音、つまりガラスの割れる音を確実に聞かせるため、わざわざ出入り口付近に置いたんだ。以上のことから導き出される答えは、お前が怪盗ではないということだ。それで私が怪盗でなければ一体何だと言うんだね。それはお前自身が証明している。何？人はそんなに軽いものじゃない。片手で抱え続けるにはかなりの筋力が必要だ。だがお前の体格は屈強そうには見えない。つまりそれは人形。え？言われてみると姿勢が不自然かも。うん、ちょっと待って、よく見るから。あ、本当だわ、あれは人形よ。そう、これで僕はまだ会っていないことになる。ここの生徒会長にね。顔を隠した正体不明の人物が目の前にいる。そして会うはずだった人物がいない。つまりお前、いや、あなたは。アンリエット・ミステール、その人だ。皆様ごきげんよう。私は怪盗アルセーヌ。突然ですがここに宣言をいたします。怪盗帝国の結成を。すべての怪盗たちの頂点に立ち、謎を紡ぎ謎を守護する偉大なる組織、それが怪盗帝国です。そしてお約束いたしましょう。数限りない謎で世界を満たし、姫やかなる闇へ皆様を誘うこと。そう、私たちは君臨します。美しき闇の世界。怪盗帝国？何これ、なんかのプロモーション？だと良かったのですけれど。あ、国際探偵機構 IDO のエンブレム。このファイルの透かしですわ。つまり今の映像は IDO 正式文書なのです。オリジナルは2ヶ月ほど前幹部の方々に届いたとのこと。嘘、怪盗たちが集団で組織を作るなんて。ん？もしかして今回の一件。お察しの通りです。あ、ひょっとして。え、何ですか？はぁ、ちょっとやりすぎだと思うけど。ごめんなさいね。どういうことですか？テストだったってことだよ。会長の失踪事件そのものがね。テスト？何の？私たちの適性試験ってこと。私たちの？もしかして探偵側も？ええ、
今まで1対1の構図がセオリーだった探偵と怪盗の関係ですけれど、ここに来て怪盗たちが突然の組織化宣言。 IDO も黙って見ているわけにはいきません。世界中の探偵養成機関へ組織化への準備が通達されたのです。そして我が学院からはシャーロック・シェリンフォードさん、ユズリザキ・ネロさん、エルキュール・バートンさん、コーデリア・グラウカさん、あなたたちを選ぶことになりました。質問。どうぞ。なんでこのメンバーなのさ。正直僕らって出来のいい方じゃないよね。トイズだって中途半端だし。そうね、あなたの言う通り他にも優秀な生徒はたくさんいます。でもそれは個人という観点でのお話。ご存知の通り、探偵は怪盗同様にプライドが高く、スタンドアローンな存在。それは探偵養成機関である当学院においても同様です。よく言えば、生徒たちはライバル関係にあり、競い合っている状態。悪く言えば、周りは全て敵。人より上になろうとギスギスしています。そんな中、あなたたちはとても仲が良くて羨ましいくらいに。皆さんを選んだ理由はその一点につきますわ。でも出来の悪い者同士がより集まってるだけとも言えるよ。とんでもない。皆さんは十分に優秀ですよ。先ほどのテストがそれを証明しています。全員で協力し合い乗り越えてくれました。チームワークという点で見れば学院一と言っても過言ではありません。自信を持ってください。会長、そんな学院一だなんて。ほーん。では。またやってしまった。最後は小林さんですね。またやってしまった。ねえ、いつまでブツブツ言ってんの？あ、いや、なんでも。小林さん？はい。そのようなわけで、怪盗の組織化に対抗するべく、本学院から4名の生徒を選びました。つきましては、ぜひとも小林さんに指導していただけないものかと。え、指導？ええ。そんな、僕にできるとは思えない。大体彼女たちの意見は、回答を追うなんて危険が伴うし、それに初対面の僕に指導されることだって抵抗があるはずだ。わかってないなぁ。見たでしょ、さっきの映像。 IDO からの通達は生徒会長に直接来てるの。あんたならこれが何を意味するかわかるよね。え、ということは。そう、この学院で一番偉いのは彼女なんだ。学院長でさえ逆らえない。だからただの生徒にとっては生徒会長からの指示は絶対。少なくとも僕らは断れるわけない。そんな都合言われても。それに僕にはもうトイズもない。探偵じゃないんだ。君たちの指導なんてできるわけがない。あの、小林さんはご自分が探偵ではない、そのようにおっしゃいますが。事実ですから。でも、私の正体を暴いた時の小林さん、とても生き生きとしていました。そんなことは。素晴らしかったですわ。そうなんだ。過去の経験のせいか、考えるより先に気づく。事件の中に潜む食い違いや矛盾に、そしてそれを追求することで、確かに高揚している自分がいる。僕は探偵じゃないのに、こんなこと望んでいないのに。そのように思い詰めなくても。あ、そうそう、小林さんのためにご用意したものがあります。ぜひご覧になってください。僕のため？